泉谷駅、泉の駅は神奈川県横浜市泉区泉町にある相模鉄道泉谷線の駅である。駅番号は SO34。泉谷管区として南牧ヶ原当駅間を管理している。泉谷線の計画は古くからあったもののなかなか実現しなかった路線である。計画当初では現行の横浜市へ地下鉄。 ブルーライン立場駅付近を通過するとも言われていたが、実際には、北寄りの丘陵地帯を通過した。開業前の当駅周辺は、東京電力景品変電所、畑、産業廃棄物処分場などがある程度で、全く何もないと言っていいほどのところであった。掘割の中に島式ホームに目に温泉を持つ、京城駅舎である。この駅舎は、 南北方向の自由通路の役割も兼ねている。改札内コンコースと各ホームの間には上下方向のエスカレーターが2機ずつ、エレベーターが1機ずつ、合わせて6機設置されている。共に車椅子対応のものであるが、エスカレーターが前述のような仕様のためか、エレベーターの設置は泉谷線の駅で最も遅かった。鉄で最後に設置されたのは本線の希望が丘駅。 泉野線開業当初の終着駅である。この名残で横浜側にシーサスクロッシングがある。発車票は設置されていなかったが、2016年、平成28年7月に発車票が設置された。また、乗務員宿泊所を併設する。開業当時は1.2番線が、主に留置線、日中まに1.2番線からの発着もあったとして、使用され、 3.4番線が主に発着に使用されていた。延伸後は2.3番線が主本線である。2015年5月31日ダイヤ改正以降は、当駅で特急と確定の環急接続が行われており、1番線、4番線からは昼間時は、毎時1本ずつ特急の退避を行う確定が発着する。ほ、番線からは、線の始発列車として、 当駅始発二股川業が一本設定されている。ただし、人身事故等で二三番線が使えない場合は、外側の位置、四番線に発着する。また、その際には発車ブザーが鳴る。当初の延伸計画は、小田急江ノ島線の長後駅での接続であった。しかし、同線との接続が、南隣の湘南台駅に変更されたため、 泉中央方面への線路は南側にカーブを描いている。2017年、平成29年度の1日平均乗降人員は13,969人である。特急列車の通過する両隣の弥生台駅と泉中央駅よりも少ない。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り、泉谷線の開通とともに、 森林原野を切り開く大規模な開発が行われ、横浜のベッドタウンとなった。駅の北側を中心にグリーンハイムと呼ばれる団地群が広がっているほか、一戸建て住宅も多い。逆にホテルや娯楽施設の類は一軒もなく、完全に地元住民向けの住宅地として発展している。しかし、沿線の緑園都市駅周辺などと比べると未開発の地域が多く、 駅近くにも、畑や空き地なども見られる。近年、この空き地を開発して墓地が造成されたが、これに一部の住人や町内会が反対しており、家の軒先などにその旨のプラカードが掲げられている。駅から、泉や小学校までの間の道路沿いは、開業時に整備された染メ吉野による並木道で、春には桜のトンネルとして有名である。しかし、根の周囲の踏み固めや、 角の剪定によって弱った上に木材普及菌による病害が多発したために大半のものを伐採し江戸悲岸系の新品種へ植え替える作業が2008年頃より進んでいる新品種はあまり大きくならず電線と干渉しにくいとされ剪定による衰弱の低減が期待されているこの他にも北口を出たところには一本のケヤキや山桃が植えられており 北口のバスロータリー移設工事で伐採されることもなく駅のシンボルになっている。駐輪場は北口、南口側それぞれに設置されており、南口のものは屋根付きである。放置自転車が目立つことから近年北口にも整備された。泉区が戸塚区から分区した当時は、泉区役所も当駅が最寄り駅。 1> 約 1.5km であったが、後に泉中央駅が開業したため、そちらが最寄り駅となった。他の行政施設も同駅周辺に多いものの、図書館は当駅が最寄りになっている。北口には1977年8月に開業したショッピングセンター泉屋本ォがあったが、2014年3月31日に営業を終了、一部店舗のみ、 同年6月まで継続している。その後、同年6月5日には、総鉄ロージャニア銀行、ドラッグストア、眼科などが入る、新たな商業施設、総鉄ライフ泉や第一期をリンチにオープンした銀行は、同月23日オープン。また、当駅周辺の再開発は、総鉄グループの成長戦略ロードマップ、ビジョン100でも掲げられている。 泉谷線沿線駅前外イクリノベーション計画の第一弾にあたる。相鉄沿線で展開している相鉄ライフとしては7施設目にあたり、さらに泉谷本店の跡地も再開発した上で2016年8月31日にホームセンターのカインズを格とした第二期部分が開業した。最寄りの停留所は北口のロータリーにある泉谷駅となる。 かつては南口に発着する便もあったが、北口に統一され、南口は一般車両用とされた。また、北口についても1996年頃に再開発が行われて、当初の位置とは異なっており、やや西に移設されている、元々の場所は現在駐車場。なお、北口のロータリーには、タクシー乗り場もあるが、一般車両は侵入禁止となっている。 2010年3月時点では、以下の路線が乗り入れ、全系統が神奈川中央交通により運行されている。路線は南北方向と西方向の路線が充実しており、アクは団地、伊調団地、上飯田団地などの団地へのアクセスは主にバスになる。かつては、戸塚駅業など、東方向へ行くものや、ドリームランド業なども運行されていた。 駅所在地の地名、泉町から泉屋となる。泉町の地名の由来については、泉町、横浜市遠隔を参照。なお、計画時の歌唱は泉町であった。相模鉄道では、テレビや映画などの撮影に、鉄道施設を積極的に貸し出ししており、泉屋駅でも、駅施設を活用したシーンの撮影が行われることがある。 例えば、南口側は、比較的広いロータリーが整備されているが、バス等が一切乗り入れていないなど利用者が少ないのに、加え、ロータリーから直接プラットフォームを広く見渡せる、構造となっている他撮影に好条件である。南口ロータリーと、駅構内とを隔てるフェンスは、ロータリーからのホーム撮影に配慮し低めになっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。